戻ってきたのだな。キアラは無事か？オイラたちクロリンデに会ったんだ。キアラの護衛はあいつがやることになったぜ。なら安心だ。彼女の実力は信頼に値する。キアラの方はもう問題ないだろう。同感だぜ。ところでヌビレット、何か手がかりは見つかったか？今審判記録を読んでいたところだ。中にはキアラが提出した調査報告や、私がここ数十年で審判してきた重大事件が含まれている。二つの方面から準備がしたい。一つはキアラに脅迫状を送った者を見つけ、その背後にあるグループを根こそぎにすること。もう一つは、重大事件における利益関係を分析し、私に不満を抱いている未知の組織を見つけ出すことだ。結構信頼できそうな方法だとは思うけど、こんなにたくさんの資料、お前一人で読み切れるのか？心配は不要だ。公文書を読むのは早い方でな。何百年も読んできたゆえ、それに関しては一日の長がある。そっか、どうせ暇だし、オイラたちも読むのを手伝うぜ。感謝する。私はまずデスクに積んであるものから目を通そう。君たちは部屋にあるものを自由に読むといい。何か進展はあったか？ちょっと資料を読んでみたけど、役に立つ情報はなかったぞ。ここの公文書多すぎるぜ。お前一体どれだけの事件を処理してきたんだよ。その疑問に答えたいのは山々だが、私も正確に統計したことはない。記憶にある限り10万件は超えているはずだ。ここにある者たちは氷山の一角に過ぎない。そんなにあるなんて、最高審判官の仕事も楽じゃないんだな。外部の者から見ればそうかもしれないが、審判と公務の処理は私にとって一種の日常となっている。公文書は量が多い。疲れたのであれば少し休むといい。オイラもちょうどそうしようと思ってたところだぜ。うむ、では私も休憩しよう。休憩って言っても、なんか話した方が良くないか？みんな黙り込んだままなのは、ちょっと気まずいっていうか。ふむ。私の考えが足りていなかったか。パレメルモニアで仕事以外のことをする者は滅多にいなくてな。何をすればいいのか、私にも見当がつかない。こうしよう。喉が渇いているだろう。飲み物を用意してくる。やったぜ、ありがとな。ノビレットは普段どんなものを飲むんだろうな。高級なワインとかか。
ティルックの旦那みたいにあいつも家にワイナリーを持ってそうなイメージだぜ。お？ナビレット、それって何の飲み物なんだ？まるで水みたいだぜ。すっごく気になるじゃん。察しがいいな。確かに水だ。なんで本当に水なんだよ。逆に何だと思ったのだ。なんていうか、最高審判官なわけだし、普段から高級なものを飲んでるのかと思ったぜ。この水は確かに特別なものだ。高級と称しても過言ではない。え？君たちもフォンタという飲み物を飲んだことがあるだろう。実はフォンテーヌには飲料工場が数多くあり、中には浄水のみを売っているメーカーもある。それら飲料水はテイワット各地から届けられたものだ。例えばモンドのシードル湖、リーウェの警察層、稲妻のコンダ村。これは最近発売された新商品で、スメールのアパームソーリンから仕入れられている。口当たりを表せば、シードル湖の水は温かみ、警察層の水は叙情的、コンダ村の水は穏やかな感じがある。各地域の水には明確な違いがあってな。少し味わえばその中の深みを感じられるだろう。本当か？どれどれ？どうだ？全然わからないぞ。これってただの水じゃないのか？ふむ、それは残念だな。君のセンスにはまだ改善の余地があるようだ。センスがどうとかの問題じゃないだろう。普通のやつには絶対わからないぞ。逆になんでお前はわかるんだよ。お、もしかしてお前が水流だからか。ここには他の人もいないし、この話をしてもいいよな。実はオイラずっと気になってたんだ。お前は水流なのに、なんで人間社会で最高審判官なんかやってるんだ？なんとなく聞いただけだから、嫌だったら答えなくていいぞ。別に隠すことではない。ただ、考えを整理しているだけだ。心にある疑問の答えを探すため。私はこれを理由にこの職位についている。疑問？何かわからないことがあるのか？数多くある。最大の疑問は私自身の存在についてだ。簡単に言うと、私は自分がなぜこのような形態で生まれたのか、そしてこの長き命がどこへ行き着くのか、それすら分かっていない。生まれた瞬間から私は数多くの記憶を失っていた。例えば原始大会だが、それが私と関係しているということしか覚えておらず、その関係が何なのかもわからない。他の元素の竜王ならば何か知っているかもしれないが、彼らは各国に散っている。軽率に訪問すれば予期せぬリスクを生む可能性があるだろう。確かに中には個性的なやつもいるしな。だから私はこれらの疑問を抱えて生活を送るしかなかったのだ。そうして長い時が過ぎた。その中で気づいたことがある。私は容易に人間の感情に共鳴できるのだと。たとえその感情の意味がわからなくてもな。だから私と人間には必ずや何かしらの共通性があると推測している。彼らを観察すればいつか自分の存在意義がわかる日が来るかもしれない。それで今まで何か進展はあったのか？いくつかあるかもしれないが、それを説明するのは難しくてな。私はよそ人であるゆえ、
他者と深く交流する機会が滅多にないのだ。だから君たちには感謝している。このような雑談は私にとって貴重なもの。惜しむらくは時間に限りがあるということか。さあそろそろ次の調査に移ろう。まだ公文書を読むのか。おいらもう頭がコラコラしてきたぞ。公文書にはもうほとんど目を通したが、これといった手がかりは見つからなかった。ただ先ほど水の話をした時、別のアプローチを思いついてな。水？あ、もしかして。いかにも。ルキナの泉はフォンテーヌの全ての水が交わる場所だ。そこには数多くの記憶と感情が沈殿している。もしメルジーヌを利用して私を狙おうとする組織がいるのなら、その組織のメンバーは必ずや私に強烈な恨みを持っているはずだ。つまり水元素力の感知を使えばルキナの泉から手がかりを見つけられるかもしれない。その手があったか。今すぐ行ってみようぜ。うむ、それに今はちょうど夕刻。ルキナの泉にはあまり人がいないはずだ。急いで向かうとしよう。どうやら運のいいことに今日は人が少ないようだ。それで何をすればいいんだ。旅人、泉の中から声は聞こえるか。私がルキナの泉の記憶を調べよう。君たちは安全な位置まで下がっていてくれ。安全な位置って、ヌビレット何をする気。私をここへ連れてきてくださりありがとうございます。ヌビレット様、フォンテーヌ邸は本当に賑やかですね。見たことのないものや聞いたこともないものがいっぱい。気持ちの高まりはわかるが、礼なら必要ない。君たちの願いに応えたのは確かだ。しかしそれは私利あってのこと。メルジーヌの特殊な資格はマレショーゼ・ファントムにとても適しており、今後のフォンテーヌの捜査機関にとって重要な力になりうる。わかっています。ですが皆さんの役に立てることが私もとても嬉しいんです。ヌビレット様へ恩返しができるだけでなく、生活も満ち足りたような気がして。充足とは危険を伴うものだ。最も安全な選択は村にいること。ですが私はそれでも外へ行ってみたいのです。実は私は自分がなぜ生まれてきたのか、自分に何ができるのか分からずにいました。村でおよそ20年ほど暮らしましたが、答えは見つかりませんでした。だから私たちは村を離れて存在意義を見つけようと考えたのです。私には君の心に迷いがあるように感じる。どうやら我々は同じ疑問を抱いているようだ。私も自分という存在について疑問を持っている。それゆえここへ答えを探しに来た。本当ですか。ではどうすればヌビレット様のようにここに溶け込めるのでしょう。実は今日も数多くの人々が村に帰れと言いながら私たちに石を投げてきました。特に
頭にぶつかると本当に痛くて、泣かないように必死に我慢したんです。一般的に考えて、異なる種族が共に暮らそうとする場合、時間と努力が必要不可欠になる。これはとても険しい道のりだ。計り知れない困難が待ち受けているだろう。異なる身分、異なる考え方、そのどれもが大きな隔たりを生む。それを取り除くのは決して容易ではない。私も君たちと同様、この社会には溶け込めていないゆえ、教えられるほどの経験は持ち合わせていない。たとえ高い地位に座していても、あくまでよそ人に過ぎないのだ。そうだったのですね。では共に頑張りましょう、ルビレット様。いつか必ず私たちの存在意義を見つけられるはずです。ああ、君ならできると信じている。だが今は目先の困難にも目を向けなくてはならない。何か困ったことがあれば、特巡隊の隊長ボートランに連絡するといい。え、それって私が今日パレメルモニアで会った方ですか？そうだが、何か問題でも？あの牧年人さん、話しかけても無視するんですよ。もう公務に私情を挟まないって感じで。彼は誠実なものだ。今後は協力する機会も増えるだろう。好意にするといい。必要ない、ありがとう。こんにちは、メルジーヌのカロレです。何か手伝えることはありますか？どう言って、さもないと警察隊を呼ぶわよ。落ち着いてください、決して悪気は。どうかしら。あんたの言う通りだ。化け物からは離れた方がいい。こいつらが来てから変な事件がますます増えてる。こんな出所不明な種族信用できないわ。こんな奴らをフォンテーヌ邸に住まわせるなんて、ヌービレットは何を考えてるの？それだけじゃないぞ。あの最高審判官はこいつらに官職を授けて、そればかりか事件の調査までさせているって言うじゃないか。きっと俺たちには想像もできないような利益が関わってるんだろう。さっさと失せな。わざとらしくここでパフォーマンスするんじゃないよ。嫌です。ヌビレット様の悪口は許しません。私たちはマレショーセファントムに加わってから数多くの事件を解決してきました。悪いことはしてません。事件の解決？そりゃヌビレットはあんたらとグルなんだから、手柄なんていくらでも偽造できるだろうさ。近頃起きてる数多くの事件や騒ぎ、その全てがあんたらメルジーヌと完全に無関係だって保証できる？私は。口下手ならば宣伝はするなと前にそう言ったはずだが。ボトラン？君たち根も葉もないことは言わない方がいい。これ以上マレショーセファントムのメンバーを侮辱するなら、特巡隊は君たちを連行して取り調べをする。近頃は陰で何らかの動きがあるためか事件が少なくない。皆の心配する気持ちはわかるが、メルジーヌ一族がそれに関係しているという証拠はまだないのだ。ちっ、特巡隊の隊長がメルジーヌの肩を持つなんてね。どうやらヌビレットがいじくった法案組織はもう完全に腐りきってるらしい。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。聞こえていたのか？はい、聞こ
えていました。どうして人々は私たちを信じてくれないのでしょう。私には分かりません。一部では君たちが災いから誕生し生まれつき危険があると噂されている。君たちに関するネガティブな噂は数えきれないほどある。フォンテーヌ人が君たちを受け入れることは不可能だろう。早く諦めることだ。ニュビレット様がおっしゃっていました。私たちには時間と努力が必要だって。私にもどれだけの時間が必要なのかは分かりません。ですができるだけのことはしてみるつもりです。だからもう少し頑張ってみます。助けてくれてありがとうございました。では私はこれで。昨晩チラシをたくさん書いたので皆さんに配らないと。俺にもくれ。まさか募集するつもりですか。一緒に配れば早いだろう。さっさと終わらせて帰るといい。勲章、君とボートランに贈られるものだ。この5年間君たちのたゆまぬ努力により小さな一歩ではあるが、メルジーヌは人間から信頼を得られた。俺は遠慮しておく。そんなこと言わないでください。これも一緒に頑張ってきた結果なんですから。メルジーヌと人間が仲良く暮らす日はもう目の前です。考えただけで嬉しいですね。いや、俺たちが得たのはほんの少しの進展に過ぎない。君の想像する光景が来る日はまだまだ遠いだろう。本当に僕年人なんだから、こんな時に気がそがれるようなこと言わないでよ。ボートランの言うことにも一理ある。現在人間が持つメルジーヌへの信頼はとても脆いものだ。いつでも瓦解する可能性がある。二人とも、しばらく身の安全に気をつけてくれ。はい、わかりました。平和勲章？本当に平和になったら、俺たちはどうなるってんだ。本当にやるの？武力に関しちゃ束になったってヌビレットの相手にはならない。万が一。大丈夫さ、奴が最高審判官である以上直々に俺たちと対面することはない。政治には政治のルールがあって奴もそれを守らなきゃならない。さもなきゃフォンテーヌの社会と敵対することになるんだからな。ビクビクしないで一丁でかいのをかましてやろう。殺人事件はすでに用意してある。メルジーヌに濡れ衣を着せればメルジーヌをフォンテーヌ邸に連れてきた奴だって責任逃れできないだろう。やるしかないか。ああ、これも全部奴が請求に組織を改変しようとするからよ。私たちの権力がますます減ってきてる。奴には目にもの見せてやらないと。犯人を突き出せ。メルジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。共存なんて土台無理だったんだ。ここから出ていけ。二度と来るな。調査結果が出ました。ボートラン隊長。いえ、直接的な証拠はありませんが、確信によって利益を損なった旧勢力が裏で主導していると推測します。彼らはカロルさんを騙して事件現場へと連れて行き、彼女に容疑を背負わせました。
その後、ヌビレット様に過ちを認めさせ、権力を失わせるためにパニックを引き起こしたのです。民衆の怒りは静まらず、警察隊が足止めを食らってしまったために迅速な介入ができませんでした。カロレさんは自らの命を犠牲に事態を収めることを選んだようです。あいつ、俺を牧年人などと言っておきながら、こんな事件少し調べればはっきりさせられる。真相を民に伝えればよかっただろう。なぜこんな方法で無実を証明しようとした。当時感情的になった多くの民が警察隊と衝突し、危険な状況にありました。おそらくカロレさんはそうする他にいい方法がないと判断したのでしょう。あいつはそういうやつだ。ボートラン隊長、調査結果を直ちにヌビレット様に届けますか。いや、全ての情報を遮断するよう警察隊に通知しろ。情報の遮断、まさか。ずっとあいつには言ってなかったが、俺にはイロリアという幼くして死んだ妹がいた。イロリアはカロレとよく似ていた。ナイーブで優しく、この世の悪を知らない。そのようなものは欺瞞や裏切りに対抗する能力を持たないんだ。だからあいつに会った時、俺はカロレが他人に利用されやすい存在だということに気づいた。だからこそわざとしかめ面で説教をして手を引くよう仕向けたんだが、どうやら失敗に終わってしまったようですね。ああ、それどころか俺の方が彼女に影響されて、その儚い夢に向かって頑張るようになっていた。もっと早く気づくべきだったんだ。ヌビレット様や俺に手を出す勇気のない奴らはいずれカロレに目をつける。俺の気持ちがわかるか。今俺の頭の中にあることはただ一つ、血は血であがなってもらう、それだけだ。お気持ちはわかります。ですがヌビレット様はきっとそのやり方に賛成しないでしょう。だから情報を遮断するんだ。容疑者のリストを俺に渡せ。その後のことは君たちとは関係ない。生まれる罪は俺一人が背負う。今日は超特大事件だぜ。犯人は特巡隊隊長ボートラン。聞けばリンチで友達の仇を取ったとか。カロレに濡れ衣を着せた奴らを。どうしたんだ、押し黙っちまって。なんとしてもボートランを助けないと。助ける、なんでだ。声が大きい。まだわからないのか。ボートランとカロレはヌビレットのお気に入りの部下なんだぞ。カロレがあんなことになった今、ヌビレットはボートランまで失いたくないはずだ。旧勢力が根こそぎにされた今、ヌビレットの地位は固い。俺たちで世論を何とかすればヌビレットはボートランを助けられるだろう。その暁には俺たちにも利益が。ボートランさんは正当な理由のもと友のために仇を討った。これは正義だ。みんなに聞きたい。もし自分が同じような経験をしたとしたら、ボートランさんと同じ考えを持つんじゃないか。そうだそうだ、賛成だ。事の始まりは卑劣な奴らがカロレを陥れたことによるもの。その仇を討ったボートランさんに罪などあるはずがない。ヌビレット様、ボートランさんは無罪だ。無罪。
無罪。静粛に。その見解は認めよう、ボートラン。君の復讐には正義があった。君の選択は理解できるものだ。だからこそ、これから行う審判についてブレイト、心痛を感じずにはいられない。残念ながら、個人の正義が法律の正義と等しいとは限らない。復讐のため、君は職権を乱用し、死刑を下した。その行為は法に反するものだ。故に、私は君を有罪とする。なんだって？そんな、ヌビレット様、もう少しお考えください。ボートランさんは今までにも数えきれないほどの手柄を立ててきたじゃないですか。ボートラン、何か言うことは？ヌビレット、一体何が気に食わない？お前から受けた命令は全てこなした。ここにいる全員が俺を無罪だと主張している。なぜ見逃してくれない？これがお前の考える公平だとでも言うのか？答えろ、ヌビレット。静粛に。これ以上の弁解がないのであれば、被告人ボートランへの告発、その最終決定を有識に委ねよう。有志裁定カーディナルが下した審判結果により、被告人ボートランを有罪とする。さようなら、ヌビレット様。事の始まりはカロレの甘い考えだったんだ。異なる種族が平和に暮らすなど土台不可能だったんじゃないのか。おい、ぼーっとするなって。どうしたんだ？具合でも悪いのか？すまない、私の方で少々問題が起きたようだ。なんとか水原子力を抑えようとしたのだが、それでもルキナの泉に沈殿している感情を沸騰させてしまった。これらの溢れ出した感情と記憶はきっと君にも影響を与えてしまっただろう。私の不手際だ。大事ないだろうか。さすが水元素の竜王、やっぱ特別なんだな。確か前に旅人がルキナの泉に来た時は声しか聞こえなかったよな。感情の沸騰なんてのは起こらなかったけど。君の言うように、おそらくは私が特別だからかもしれない。ルキナの泉に限らず、私にはフォンテーヌにある全ての水に含まれる感情を感知できる。川、湖、さらには雨水まで。そんなにすごいのか。だが、それを行うことは滅多にない。水の中の感情は常に雑然としている。よそ人として無関係な記憶で脳内を満たされるのはいささか良い体験とは言えないからな。というと？問題ない。あの記憶を自ら述べるつもりはないが、何も隠すべきことでもないからな。偶然とはいえ、このような形で君がそれを見たのは良いことなのかもしれない。今の君になら理解できるはずだ。どうして私が今回も組織ぐるみの暗躍があると推測したのか。この二つの事件は似すぎている。故に私が動かなければならぬと思ったのだ。うい、この感じ、オイラだけ話についていけてないぞ。仲間外れにするなって。オイラも話に入れてくれ。なら本題に戻ろう。先ほどルキナの泉を調べる途中、妙なことに気づいた。ルキナの泉にある感情から
私に対する憎しみがあまり見つからなかったのだ。なぜかわからない。どうやら水面下に潜む組織を直接特定することはできないようだ。その代わりキアラに対する憎しみを見つけた。ことの始まりはある密輸事件。それについては私もいささか印象に残っている。あ、それってオイラたちが読んだあの公文書のことじゃないか。ほう、君たちも読んでいたのか。大方あの件が掘ったんだろう。あれ、なんであんたたちがここに。ちょうど今パレメルモニアに探しに行こうと思ってたんだけど。ナビア、また会ったな。オイラたちに何か用か。ちょっと噂を聞いてね。ああ、もちろんわざと聞き回ったわけじゃないから。メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいて、あんたたちその調査をしてるらしいじゃない。だからスピナディロースらに気にかけておくよう頼んだの。ここ最近サンドル川に見慣れない顔が増えててね。もしかしたらあんたたちの探してる人が身を潜めてるかもしれないでしょ。感謝する。だが誰からこのことを聞いた。そりゃ最高審判官と異国の旅人が一緒に外を歩いてたら、こっそり動こうとしても大勢の目に留まるに決まってるでしょ。あんたたちキアラに会ったみたいだけど、それを誰にも言わないようあの子に頼んでないんじゃない。興味がある人がそれを目にしたら何があったのか聞きに行くのは当然でしょ。つまり脅迫状のことだってすぐに広まるってわけ。シャルロットが言ってたのってこういうことだったのか。無論私もこの件をずっと隠し通せるとは思っていなかった。しかし情報の広まり方が予想よりもはるかに早い。もしかしたらヌビレットさんは自分が思ってるよりみんなに注目されてるんじゃない。ところで何か進展はあったの。メルジーヌに脅迫状を送った者は密輸事件と関係しているはずだ。だが裏で指示している者がいるかどうかはまだ定かではない。私たちはパレメルモニアへ戻り、その事件の詳細を調べるつもりだ。まずは脅迫状を送った者を探し出す。そっか、私もうちのメンバーを集めて何か進展はなかったか確かめてみるよ。じゃあ私からの知らせを待っててね。また。なあヌビレット、オイラたちが調査してることが広まったら何かトラブルが起きたりしないよな。それについて私も考えたが平気だろう。情報が広まれば向こうも正面からメルジーヌに手を出すことはできなくなるはずだ。そして何より重要なのは民衆がこの件をどのように見ているかになる。400年以上前のあの事件では彼らは旧勢力を信じメルジーヌと対立した。今回は同じ結末をたどらないことを祈る。さあパレメルモニアへ戻ろう。こんなに人がいるんだ。あ、もしかして何かあったのかな。ちょっと様子を見に行こうぜ。おい、みんな聞いたか。メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいるらしいぞ。かなり信憑性のある情報で、あの最高審判官様まで直々に調査してるって。マジかよ、そんなこと俺が許さねえ。メルジーヌを脅してる奴出てこい。敵は水面下に潜んでる。簡単には姿を現さないだろうな。だがそれでも俺たち全員の目から逃れることはできん。ああ、その通り。俺もちょうど同じこと考えてた。警察隊はもう動き始めてる。俺たちも手をこまねいてるだけじゃなく何かしないと。メルジーヌが普段どれだけ俺たちのことを助けてくれた。メルジーヌが危険にさらされてる今、俺たちがそれを無視するわけにはいかない。よし、しばらく周りを警戒しとこう。怪しい奴を見かけたらすぐに警察隊に報告だ。どうしてずっとついてくるの。
何かあったのかしら。ええ、ある情報で。何でもない。私たちも仕事が終わって今家に帰るところよ。そうなの？ご苦労様。ご飯はもう食べたかしら。今日はスイーツ店に新商品が並んでいるみたいよ。一緒に買いに行かない？いえ、今はあまり歩き回らない方がいいわ。まあまあ、そう我慢しないで。君もお腹が減ってるでしょ。そうね。じゃあ一緒にケーキでも買いに行く？いい。夜ご飯はきちんと食べるのよ。特に残業前は少しくらい何か口にしないと。ヌビレット様もこの件に目を光らせてるらしいぞ。手柄を立てれば昇進と昇級のチャンスかもな。おいおい、それじゃあまるでヌビレット様が見てないとやらないって言ってるみたいじゃないか。冗談さ。もう何年も手を取り合ってきたんだ。彼女たちに何かあったら俺だって一生悔やむことになる。そうでなくちゃな。犯人が捕まるまでここで見張りをしよう。メルジーノを危険な目に遭わそうとしてる奴め、出てこい。聞いたか、特巡隊の奴らも来てるらしいぞ。し、あれ見ろ、ヌビレット様じゃないか。今こっちを見たぞ。どうやら心配はいらないみたいだな。ああ、本当によかった。ヌビレット、向こうに行ってみんなと話してくるか。このままにしておこう。私が行けば不必要な騒ぎを起こしてしまうかもしれない。予定通り戻って真相を調査しよう。警察隊とマレショーセファントムの共同捜査により密輸事件を解決。これだ。具体的な関係者リストを確認しよう。確かここにあった。なんて書いてあるんだ。事件の主犯ドメニコ、イニカ、ユーナを逮捕。審判のもとメロピデ要塞へ応送。密輸事件に参加せずとも主犯と密接な関係にあり利益を得ていた者は罪を課さずに指導を行うこととなった。中でも A さんは態度が良く、予定よりも早くに観察が終了。他の者は重要観察リストに残したままとする。名前が多いな。キアラに脅迫状を送ったやつはこの中の誰かってことか。ああ、より正確に言うと、このエさんという者が怪しい。彼は密輸事件の主犯と関係があり、かつ比較的自由に行動できる立場にある。ヌビレット様、先ほどスピナディ・ロースラーのメンバーと名乗る者がいらっしゃいました。もうターゲットは見つけた。カフェで待ってる。とのことです。え？オイラたち、今容疑者の名前が分かったばっかなのに。ナビアはどうやって見つけたんだろう。私にもわからない。カフェはここからそう遠くない。行ってみよう。最近マレショーセファントムの世話になった者たちよ。普段はサンドル川に身を隠してるの。ここに招待するよう手配したんだ。招待？そう、ここのコーヒーが美味しいって聞いたから一緒に来ないかって誘ったの。そうなんだよ。いやー、スピナディロースらから招待されるなんて嬉しいな。ずっとこうして集まりたかったんだ。もう、なんかぎこちないな。まあ、いいか。本題に入ろうぜ。Aさんはいるか？ああ、俺だ。
君がエサンか。どうもヌビレット様。あの脅迫状は君がキアラに送ったのか。それは、うん、はい。ですが私も人に依頼されて。人に依頼されて？あ、ドメニコです。以前まで私の兄貴分で、彼に頼まれたら断れなくて。ドメニコ？そいつ今はどこに？メロピデ要塞だ。あの場所は私たちスピナディロースらじゃお邪魔できないんだよね。どうやらあんたたちに直接行ってもらうしかないみたい。私にできるのはここまでかな。十分だ。協力に感謝する。こんなの気にしなくていいから。それより今はドメニコを見つけるのを優先して。もし本当に彼が何か陰謀を企ててたら、早めに手を打った方がいいでしょ。そうだな。今すぐメロピデ要塞に行こうぜ。ようこそメロピデ要塞へ。邪魔するぜ。また来てやったぞ。まさか公爵が直々に出迎えてくれるなんて。オイラたちも顔が利くようになったな。別に初めてでもないだろ。あんたら二人、それに最高審判官が直々に来るんだ。きっと大事なことに違いない。さて、挨拶はここまで。本題に入ろう。ふん。そのドメニコという人物には少し覚えがある。そいつは昔、囚人たちを束ねて騒ぎを起こそうとしたことがあった。悪いやつだな。大丈夫だったのか？起こそうとしただ。つまり未遂に終わってる。そいつがメルジーヌを狙ってるのか。あまり大したやつには見えなかったかな。あんたらが直々に調査するってことは、何か裏でも？オイラたちと同じこと聞いたぞ。過去に似たようなことが起きたので少々心配なのだ。一度ドメニコに会い話がしたい。それくらいお安い御用だ。確か彼がいる場所は。さっきメルジーヌって聞こえたけど何かあったの？看護師長。それでオイラたちはその調査をしてるんだ。そいつを脅迫したやつがメロピデ要塞にいるらしくってな。そんな、キアラは大丈夫なの？心配は不要だ。クロリンデが彼女を守っている。よかった。でも黒幕はまだ捕まってないのよね。公爵、なんとかできない？看護師長、それは俺に解決するのを手伝えって意味か？ディオセスリ殿。わかってるさ。ドメニコをここに連れてくる要求はそれだけでいいんだろ。これはお願いと言ってもいいだろう。こたびは個人名義での訪問であり、囚人を正式に審理するわけではない。心配は無用だ。一つ君に借りということにしておいてくれ。おお、オイラが公爵の立場だったら見返りをがっつり求めてるだろうな。俺が今も囚人だったら原刑を望んでただろうな。まあヌビレットさんは断るだろうが。さて、冗談はここまでにして、ドメニコを連れてこよう。適当にくつろいでてくれ。看護師長がずっとあんたらのことを気にかけててな。話したいことも多いはずだ。さあゆっくりしてちょうだい。ヌビレットさん、旅人、それにパイモンちゃん、何か飲みたいものはある？オイラは大丈夫だぞ。ありがとな、看護師長。喉が渇くのは体が警告を出してるってことなのよ。だからそうなる前にちゃんと水分補給しないと。後でたくさんお話しすることになるだろうから、お茶を入れてくるね。看護師長は相変わらず
みんなの健康を気遣ってるんだな。お、お前たちずっとだんまりしてるけどどうしたんだよ。ふむ、君も気づいたか。彼らの胸にあったバッジ、少し見覚えがある。見覚え？オイラは全く気づかなかったけど、でも二人がそう言うならちょっと話を聞きに行ってみるか。ああ、私はここで君たちが戻るのを待とう。何か？ああ、これ？なんだ、俺たち助け合いの会に興味あるのか？助け合いの会ってなんだ？助け合いの会は長い歴史を持つ組織だ。その歴史を遡ると最も古いもので400年以上も前になる。どの代も人数は少なく、これといった影響力もないが、メンバーは皆友好的だ。この会のモットーは互いに助け合い、できる限り公平の維持に尽力すること。おお、なんだかいい組織みたいだな。最初はみんな自分を守るために入る組織なんだ。俺たちは重い罪を犯したわけじゃないし、強い力も持ってない。メロピデ要塞じゃ自然と弱い立場に置かれる。だからこうして結束するんだ。そうすることで辛い目に遭わなくて済む。お前たち、助け合いの会に興味はないか？ほら、このパンフレットをやろう。少し見てみるといい。助け合いの会のスローガンは何度も変わってきたが、その中核となる思想は創設以来変わっていない。もし助け合いの会に入りたくなったら、ここに来て申し込むといい。なんだか君たちどっかで見たような。ああ、これは助け合いの会のシンボルなの。初代隊長がデザインしたものでね、聞くところによると平和勲章ってものを参考にしたらしいわ。まあ実物は見たことないけど、初代会長はすごいお方でね、とても強かったんだけど、決して他人をいじめることはなかったそうなの。むしろ弱い囚人たちを束ねて互いに助け合うようにさせたらしいわ。私たちはみんな彼を尊敬してるんだ。結構話も聞けたし、そろそろヌビレットのところに戻ろうぜ。何か分かったか？あのバッジをつけてる人たち、みんな助け合いの会っていうのに入ってたぜ。そのバッジは平和勲章ってもんを参考にデザインしたらしいぞ。ヌビレット、何か知らないか？過去に平和勲章を2つ作り、カロレとボートランに授けたことがある。カロレが持っていた方は燃えてしまったため、残っているのはボートランのだけだろう。あ、つまり助け合いの会の創設者は。ヌビレットさん、公爵が執務室へ来るようにってドメニコを見つけたらしいよ。なかった。まずは彼に会ってメルジーヌのことについて聞こう。